みなさんこんにちは郷土の先人の功績を学び直すリレー進歩「輝ける讃岐人の第7回」江戸文化に輝いた2人にご参加いただきありがとうございます本日司会を務めさせていただきます RSK34 放送の新田真子ですよろしくお願いいたしますありがとうございます新型コロナ感染症に気の抜けない日々が続いていますが本日は手指消毒など 公衆衛生面での対策をしながら開催しています感染防止へのご協力をよろしくお願いいたしますリレー進歩輝けるさぬ人は香川県ゆかりの先人の足跡をたどりその生涯や思想文化を新たな研究成果とともに紹介する10回のシリーズ企画で毎月1回高松市と岡山市で交互に開催しています 本日は全国漢文教育学会評議員の田山大蔵さんと香川県文化芸術局美術コーディネーターの住谷幸一郎さんに学問の制度の面から感性の改革に貢献した芝野立山と讃岐漆芸の父玉梶造国の功績などについて講演していただきます。お二人には講演の後 会場の皆様から寄せられた質問にお答えいただくこととなっていますご質問のある方は着席の際プログラムと一緒にお配りした質問用紙に質問を1点に絞って簡潔にご記入ください講演の後の2回の休憩時間に回収させていただきますそれでは講演に移りますが体調の優れない方などはあのお近くのスタッフにお声掛けください でははじめに、全国漢文教育学会評議員の田山大蔵先生に、近代日本学問の祖、芝野立山と題して講演していただきます。田山先生は、大学で日本漢詩文を専攻し、卒業論文では、 柴の立山と江戸漢詩をテーマにされました郷土の文学者の業績検証や郷土史研究をライフワークとし英明高等学校の教諭そして放送大学非常勤講師でもありますテレビの全国ネット番組にも出演なさっていますそれでは田山先生よろしくお願いいたします 改めまししして田山とと申ままますす、えー、ばらくの間お付きき合いいいいたただ思ずあの今あのご紹介いただきましたがあのテレビ出演の話で、えー、山陽放送さん TBS 様にはお世話になっておりますのでこの写真を紹介させていただきたいんです。あの4年前にあの関,、えー、関口博さんが、えー、コメンテーターを務めます関口博士日本どきっていう BSTBS の番組にあの声がかかりまして。 あの東京であの取材、えー、協力をさせてくださるという、えー、栄誉に預かりました、えー、これは本当に TBS 様、山陽放送様の、えー、おかげでございます、感謝の気持ちを込めて、この写真を最初に、えー、紹介させていただきます。えー、さてあら えー、高松というところなんですがまた動かんようになった、えー、もうちょっとこれでしゃべりますまずこの画面はちょっと動かしてもらわないかんのですが、えー、ご存知の通り資源がある県ではございません、えー、後に例えばありがとうございます。 はい、あのたと、えー、塩だとか砂糖だとかっていうふうな生産物ができてくるわけなんですがこの高松が高松藩になった時には目新しい資源というものが存在しないまま、えー、松平さんが赴任してこられたというふうになりますですからまず、えー、松平、えー、高松藩としては人材を育てるいうことを大変重視いたしました。 でご存知の通り高松藩初代藩主松平頼重さんこの松平さんの今でもあのご恩恵を賜りながら我々高松藩に生活する人間はおるわけなんですけれどもさて松平頼重から数えまして5代目の藩主に頼高さんという方が出てきます。 えー、この方は実は高松で生まれたっていうふうなことではなくても、えーっとえー、郡山ですね福島県の、えー、郡山にあります森山藩というところで、えー、お生まれになりまして。 高松に用紙としして入られましたで、えー、78年前ですけれども私あの郡山出身の浅香権斎という漢、えー、学者の検証会に呼ばれまして、えー、実際あの郡山まで赴、えー、いたわけなんですけれどもその時日中時間がありますから先生どこかおいでになりませんか言うた時にそしたら森山の陣屋に連れて行ってくださいということを私要望したんです。 え向こうの方が不思議がありまして先生どうしてなということでそれでも地元の郷土史家の,の方とも連絡をってくださいましてこのむつ森山藩ゆかりの場所を連れて行ってもらいました。これがあの鉄道の森山駅でございますいわき森山駅お分かりの通り大変小さい。 駅でございますで、この森山藩もお城はございません陣屋でしたこの陣屋も存在せずに今は陣屋跡っていうふうなことを、えー、案内を受けたわけなんですけれどもここから実はこの宵高さんが高松藩に来られてから高松藩ルネッサンスと私は勝手に言うんですけれども、えー、そのようなことが、えー、行われるわけでございます非常に高額のお殿様でございましたまず、えー 私、えー、今日ここへ来る前この間、えー、ずっと展示も見て回ったんですが終ン、えー、図が今展示されておりますあのもしお時間のある方この後でもご覧いただきたいわけなんですけれども、えー、これなんかは実はですね、あのーえー、こうずっと私も朝見おりましたら、えー、香川県指定だったかな有形文化財と何で国宝にならんのかと思うんですね。 これがこれ素晴らしい博物図符なんです、えー、絵画の技量もさることながら生きているものを写しとんですですから、えー、これ赤クラゲというクラゲだと思うんですけれども、えー、このように生き生きとした彩色彩りでもって描かれておるわけでございます、えー、このようなシューリンズを作らせたそれから、えー、砂糖栽培和三本ですね えー、このようなものを研究させたそれから炎天を開発いたしました、えー、この梶原契山というあのー これは高松で塩田を開発したっていう人の賢秀費が八島の塩釜神社のお隣にございますけれどもこの梶原圭っていう名前でお気づきやと思いますが今 NHK で「今晩もあります鎌倉殿の13人」の中に梶原景時いう中村志堂さんが演じた役がございました。この方の方子孫になるんだそうです ですからなぜ屋島にこの梶原さんがいついたかえご承知の方はご承知だと思いますけれどもえ世の中では伝説でもって屋島に渡ってくる前に義経と大喧嘩した人なんですけれどもえこの人のえ系統がどうしてこのえ高松で塩田開発に当たったんかというのはこれから説明え研究するあの価値はあるんじゃないかと思います。それからご存知え平賀源内ですねえこの人の人 公園を経営,経営させるということも行ったわけでございます。で、このお殿様の知性のもと、立山は高松産で育つ、えー。すなわち、えー、非常に高額、えー、文化的な風土が、えー、満ち溢れた中で育っていったわけでございます。 それでは柴野立山の生涯ということでまず群れに生まれました柴野立山先生についてお話していきたいと思います。お生まれになったのは元文元年1736年でございます。 今の高松市牟礼町に生まれております生まれたところが今立山記念館になっておりましてその横にこのような石碑が立っておりまして立山居のあと立山先生は昔ここで生まれ育ったんだという碑が立っております。 立山というあのお名前なんですが、えー、ご存知の通り薬理の山でございます、えー、他の説もあるんですけれどもおそらくこれが定説だろうというふうに言われております、えー、ご見算でありますただ、えー、ご承知の方いらっしゃると思うんですが立山先生がお生まれになる前に宝永の大地震がありましてこの写真から言いますと、えー、一番右側の峰ですねこれ地震で崩落しております えー、それでも御賢山というお名前を非常に尊んだというふうなことも、えー、大事じゃないかというふうに思うわけでございます。えー、もっと言いますと宝永の,の大地震ですねあの研究によりますと高松で震度6強だそうでございますそれから高松港で津波が 2m とそろそろじゃないかなという声もありますんで一つ皆さん方よろしくお願いいたします。さて え次芝野実山先生のお父様でありますがちょっと見にくいんじゃないかと思うんですけれどもこの絵が竹林行き図っていいましてこの竹の林の中でここで非常に優れた忍者とおぼしき人が碁、えー、もしくは将棋を楽しんでおります。 えー、ちょっと見にくいんですけどね、あのー、左側が芝野喜々と申しまして芝野立山の父親でございます、えー、右側が久保総官という人でございます、えー、この山を書いたのが、えー、芝野壁海といいまして立山の、えー、後に養子に入った子供というふうになります。 でこの久保総監が実はあの高松藩におおいいてて大きき文化的な、えー、働きをしております一つはあのご存知の方いらっしゃると思いますがこの久保家っていうのは古高松でございます大変にあの栄えたあの家でございましてお医者さんであの立山についてもそうですしもっと言うなれば久保総監は高松藩の医師としておそらく初めて、えー、長崎へ留学して いたしますその時に書生として預かった平賀源内を長崎に連れて行っております。 これ大変な業績だと思うんですつまり長崎に連れていくことによって源内は西洋への目を開いたっていうふうな、はい、そんな考えもできるんじゃないかと思います。で久保総監から数えて10代目の方がこれご存知の方いらっしゃるんじゃないかと思いますけれども東京大学名誉教授であの日本学士院の24代目の院長さんなさった久保正明先生という方がいらっしゃいます。 この方が久保総監から数えて10代目になりますであのご専門はの西洋古典学と申しましてあのホメーロスだとかあるいはの築地ですだとかそのようなギリシャの文学がご専門の方で。 あの高松にも何度かおいでいただき展覧会もいたしましたし、えー、また講演もしていただきました、えー、昭和5年10月10日という大変覚えやすい誕生日でございまして、えー、今でもお元気でございます、えー、久保正明ひいては久保正明先生のご先祖にあたるのが、えー、久保総監と申し,、えー、申しまして高松において誇るべき文化人であったことを紹介させていただきましたさて 次でございます、えー、幼少期の立山、えー、群れであります群れから高松城下に塾を構えておりました後藤志山という、えー、漢学者がおりますこの漢学者の塾まで毎日2里以上の道を歩いて通いました。 これをあの検証いたしまして最近はやっぱりもう交通事情だとかコロナだとかであのもう実施が難しくなって中止に至っているわけなんですが立山ウォークっていうのを毎年12月1日に群れの小学校の生徒たちに行っておりましたすなわち高松城下から今の立山記念館まで8キロちょいの道を歩くっていうあの実際歩いてみますと非常に清々しいもんでございます。 でえー、この幼き立山は、えー、後藤志山の塾まで毎日2里以上の道を長彫刻、えー、勉強に通いましたこれも有名な話なんですけれどもある時あの,あの立山先生がっていうふうな話なんですけどちょっと悪さをしたようでございます、えー、その時に、えー、先生であります後藤志山は「キセルお分かりになると思いますが、えー、キセルのいわゆるタバコの火をつける方ですね それでもって立山の額をピシッとあの一括して注意を与えたというそんな話が残っております今だったら大変だと思うんですけれども立山先生は往々にしてこの額の傷,をの傷が残ったんですやけどの跡が見ては今私がこうやって学者ができるのはこの後藤志山先生の教えだというふうなことを振り返ったとっいうそのような話がありまして今はもうほとんどしなくなりましたけれどもあの聞くと 不人形というのがあります。ですね。あれであの死産立案を叱るという名場面で、この場面が再現されたことがありますで。 この後藤資産なんでありますが、えー、日本漢文学の上で大きな働きがございます後藤典と申しましてここあの資産後藤先生定本で書いています臨家製本採刻とで、えー、漢文の訓典これレ点だとか一人との意味ではありません訓典の施し方で読む人に有利な子供でもわかる後藤典というのを考案いたしました でこの五等天の理論が実は現代の漢文教育理論に生かされております。 えー、明治以降これは最も子供に読みやすい、えー、点だということで論語だとか孟子だとかですね、えー、そのような誤答点というものに対してこの誤答資山が考案し日本中に広がっていったいうことをここでちょっとご記憶いただきたいと思いますこれ後でもう一回話が出てきますそれからもう一人、えー、立山先生の、えー、さらに先生筋にあたる人として菊地光山という人が え最近、えー、この人の存在が出てまいりました菊池っていうお名前で分かる通り高松出身の菊池館のご先祖様でございます、えー、今あの菊池館の,あの着景の先祖、えー、筋を守る人であの菊池館記念館名誉館長さんであの菊池夏樹先生という方がいらっしゃるわけなんですがその方のお宅にあの保存されとる資料が全部あの 菊池館記念館の方にもたらされましたそれを整理し展覧会に出すという,ふうな機会がつい最近ございましてその中で初めて菊池鉱山の直筆が出てまいりましたこの菊池鉱山古高松に塾を構えまして後藤師山も芝の実山も平賀県内も習いに行っております 特に平賀源内に関しましてはあの菊池寛が後に反自助殿の中に改装いたしまして自分の家に菊池菊池鉱山に宛てた源内の手紙が残っとると。 えー、そのような内容が書かれとるわけでございますただまだ資料が足りません、えー、この菊池鉱山についてはこれからも研究の成果がまた出るわけでございます、えー、さらにこの菊池鉱山の先祖筋にあたる人として、えー、菊池武正、えー、という方もいらっしゃるわけですその前の益岳っていう方もいらっしゃるわけなんですが、えー、また今朝見てきた話なんですけれども今、えー えー、菊池武政に関する資料が、えー、この館の4階に展示されておりまして私初めて見ました、えー、いろんなところからいろいろな資料がこのミュージアムに集結しているなっていうのを感じた次第でございますさて高松藩で幼くして秀才の誉れ高かったリスさん先生でございます笑、えー、平坂学問所、えー、湯,湯島聖堂で、えー、学ぶ機会を得るわけでございます この当時湯島聖堂というのはまだ漢文およびその他のいわば知識を集約した施設として定義されておりました。でまず立山先生が江戸在住中に起きた出来事として新しい将軍さんが決まった時に朝鮮通信使という一行が将軍様新しい将軍おめでとうございますよ ということで江戸に入りましてその時に通信誌に同行した朝鮮の受者さんたちと指納をしておりますこれ実さん先生が国際的に視野を開いた最初の機会だと思って非常に面白い話としてここで紹介させていただきますこのように江戸在住中に外国に目を開いていた実さん先生でございます。 えー、平賀源内とも面識があったわけなんですが源、えー、内先生は、えー、立さん先生よりはるかに早く、えー、世に出るわけなんですけれども立さん先生まず江戸で学んだ後京都に滞在します。で京都滞在中に京都の漢学者。 えー、例えば皆川紀縁という人でございますこの人とは立山先生修正、えー、友人として交わり続けた人でございますあと立山京都滞在中に重要な人物が2人おりまして、えー、1人が長谷川積水という地理学者でございます、えー、日本の地図をこのように作った人なんですがここのところに漢文が書かれておりますがこれ立山先生の文章です えつまり長谷川積水先生が、えー、地図を作るにあたって、えー、私はこのような、えー、地図を素晴らしく思うとで過去に私は長谷川積水にいろいろ意地悪の質問をしたと。 えなんちゃ地図で何にも書かれていない地図を見せておいここはどこだっていうふうなことを尋ねたっていうわけなんですねところがえこの長谷川積水先生ものの見事に全ての知識的状況を答えたっていうことをここに書かれております、えー、このようなえ地図ですねこれ本間門はあの群れの立山記念館の方に展示しておりますであと面白いのがここに竹島が書かれております えー、このように日本の領土っていうことを考える上でまた大事な資料じゃないかと思います。あるいは高山彦九郎ですね荒れた五帖不死を拝んだというこういう人たちが立山を訪ねております。で立山は京都在住中に国学思想や知識さらには人脈も体得しその後がちょっと面白いんですよ。さて 本来であれば笑、えー、平坂学問所に学ばせてくれた、えー、恩義を感じ立ん先生は高松に帰ってくるはずでございますところが高松藩に帰れませんでしたどこへお勤めになったかというとお隣の阿波藩でございますこれがですねいろいろな謎が謎を呼ぶわけなんですけれども 一番説明しやすい理由が立山があまりに勉強に秀で過ぎたがために高松藩の寿者たちが嫉妬したんじゃないかと。でそれがために高松藩に立山が帰ってくることを事実上妨げ立山は お隣の阿波ンにしかんせざるを得なかったんじゃないかという説が流布しておりまして私もおそらくそうだろうと思います。で高松というところのまあ、えー、最近話題になっている地政学ということを考えますと、えー、高松ひいてはこの讃岐の国ですね前が海後が山なんですね。 つまり、他の地域との交流があんまり持ちにくい場所でもあるわけなんです。そんな中で、佐野木という地域の中で優劣を競い合い、そうするとそれに外れるような、いわば全国的世界的な名声を有する人は、それこそこの時代、えー、高松藩は2人の人物を日本中に送り出しました。すなわち平賀ゲ内と芝バノさんです。ところが、 この2人とうとういわば錦を飾って高松藩に帰ってくることがありませんでした。お分かりだと思います こういうふうなこともいわば高松の人たちが一つこれから先考えないとい,いけないことじゃないかなと思ったりもいたします。さて阿波半寿芝野律さんでありますが老いの壁会を養子に迎え,迎えますでこの壁会さんに子供ができませんでして事実上芝野律さんの着景というのは伝わりませんでした。 同じことが平賀源内にも言えまして平賀源内をご,ご存知だと思います女性の影なんて全くありませんそのような関係で今平賀家というのは確か妹さんだったと思いますその方のご子孫が今でも平賀家を城で守っております12月は平賀源内のこの催しがあると思いますのでぜひご参集いただきたいと思います はい次であります、えー。立山先生の学問上の業績まず学問上の業績言うたらこの先生はこの本を書いたから世に名前が残ったんだっていう考え方をします。結論から申します。立山先生に著作がありません。 でこのように立山文集だとか立山詩集っていうのは後世のお弟子さんが立山先生が生前にまとめた書いたものをまとめたもんなんです、えー、それがために立山先生のいわば業績というのが今一つ、えー、そう高くない存在に置かれていることは非常に残念でございますすままず詩人立山山ででございます富士山をた七言理これも有名です。 からご存知の方いらっしゃると思いますが富士山を得ず芝野立山垂れかく東海の水をもって洗い出す玉不要地にわだかまって三周月き天に差し挟んで八を重なる運河退録に無虫実月中宝作独立もと競うことなくおのずから修学の僧となる。 詩吟をなさる方はほぼ間違いないって言っていいほどこの詩に関しては吟鋭、えー、の、えー、素材としてお歌いになったんじゃないかなと思います。あるいは、えー、京都で読まれた詩と伝わっている作品なんですが「月夜禁煙街を干す芝野仁沙」。 上縁の清風稽古送り照明文外付き下物ごとし難悲とか今夜清涼殿一曲の芸奨五奨法っていうふうなそのようないわばあの国学の素養も要求されるような詩を残しとるわけでございます。さて先ほど申し上げたそう、えー、話なんですが。 立山先生は生前詩文集を作っておりません。先ほどから申し上げておりますとおり、立山文集というのは全部後世の人が作っております。で、この立山先生と同じぐらい高松で江戸漢詩について、えー 大いに検証する必要がある人に菊池御山という人がいますこの菊池御山は一時立山先生の門下に入っておりますで、この人が菊池御山が発行した本に御山同志はというのがありますこれがですね、実は非常に面白いんですあのつまり、えー、詩を作った人から一遍につきいくらかずつお金を徴収するんです でこれはお金持ちや大名からは多額の費用を徴収し、えー、一般町人からはです、ね、今で言いますと数千円の、えーまあ、出品料と言いますか、ね、それでもってあのこのジャーナリズムを作ったと。 この五山童子話を発行した。これ、実に、実は、あの、文芸春秋の、あの、発刊システムと非常によく似ております。もう、お話しいたしました通り、菊池五山経類の子孫として菊池漢という人がおります。このような菊池漢の文芸春秋、え、春秋字論というのは、実に、実山、菊池五山、そして菊池漢に、結びついていったっ。ていう風なことも言えるんじゃないかと思います。さて。 阿波半寿たる立山に幕府老中松平定信より小幕の命が下るわけでありますお前幕府に来ないかとなんで田舎半寿の立山に松平定信からお達しがあったかということなんですがまず立山が書いた「立山上書」という作品が定信の目に留まった政治上の提言でございます。もう一つが古高松出身で 久保仲裁という学者がおりましたこの人が立山より先に江戸に招かれ一橋家に仕えて立山の才を幕府中秋の人たちに伝えていたというふうに考えられます。 寛政、えー、の三博士芝野、えー、立庵が本名彦助岡田寛政が清助尾藤次州が通称良助と言いまして寛政の三助という言い方ができます。岡田寛政の代わりに後に古賀政理が加わってまいります。 で立山が進めたのが完成医学の禁この完成医学ののととといいううががちょっと言葉が悪いと思うんです表向きの意味は朱子学の実を高級し医学すなわち朱子学以外の学問を禁止するというお達しなんですがこれ分かりやすく言います朱子学のテキストが今風に言いますと定期試験の試験範囲になるんです。 で優秀な得点を取得できた者が表彰され出世できるというシステムができたと思ってくださいですから今に至る受験戦争の原点というのは実に漢政医学の金にあると。で朱子学のテキストなんですがこういうもんなんでありますがじゃあこれを読んでみなさいもっと言いますとままでさせます、えー、そのような司書実集が出題のポイントとなる。 先ほどお話しいたしました、この制度取締役校長先生の自分に、教科書、林家製本の訓展を立山はご当店に改めました。これが現在の教科書にまで生きております。また、ハードシステムですね。 まず正道を広げ学びやすい空間にしましたと同時に先ほどお話しいたしましたけれども教科書を趣旨学に揃えましたこの絵よく引っ張り出される絵なんですけれどもよく見てください受講生が教科書を見てないんですよつまり聞いて覚えなさいという学問なんですね そのようないわば学問に対する厳しさっていうふうなことも重視したというふうに考えられるわけでございます。で「笑平坂学問所」で学んだ秀才が諸藩の藩校でこれは水戸藩の行動館の玄関なんですが高松も行動館がございますただし高松の行動館は柔道の行動館と石の字を書きます。ただし柔道ののの行行動動より高松の行動館の方 が先にできておりますしかも何の関係もありません。でこのように諸藩の反抗で更進を導くというふうに朱子学が再び19世紀に日本中に広がっていくそしてその学問の精神が明治維新後に日本中に広がっていくというふうになります。ちょっとここで話題がそでるんです面白い話を紹介いたします。 学学以外の学問は排斥されます、えー、古文字学亀田芳斎という非常に優れた、えー、学者でありますしまたユニークな字を書く人でございましてあのこの3,000人を超えるという熟生がいたわけなんですが感染医学の金でほとんどの学生が朱、えー、子学の学校に転校してしまいました。 で、質疑の法裁先生あるいはその一族を、えー、支えた孫弟子に中島武山という明治以降もあのー、埼玉県の区棋で、えー、学問を講じた、えー、人物があります。この人の孫が中島智でございます。あの三月期の。 というわけでこのようないわば朱子学から別に発展した学問で思いがけない収穫というのはありますさらにこの中島敦のお持ちという話でございましてこの人は横浜高等女学校で国語漢文と歴史を教えておりましたこの女学校の1年生で中島敦の授業を聞いた人が後の映画大女優原節子さんです こういうふうに思いもかけさずなくいろんなところに伝わっていくないうのも漢文教育および漢文調査の面白みでございます、はい、話を戻しましょう先ほど申しましたように立山先生は幕府の学問体制を整えましたこの近代教育発祥の地というこのえーえー 説明版なんですがこっち側が東京医科歯科大学ですでこの反対側道を挟んで湯島聖堂がございます教えてもらわんとなかなか分かりにくい場所にはあるんですが結構大きい案内板です近代教育発祥の地ということでここにあった昭平坂学問所がやがて 東京大学にそれから高等師範東京教育大学現在の筑波大学にさらには女子高等師範でお茶の水女子だにさらには文科省から日本学士院に至るまでこのようないわば立山先生の功績というものが語られるわけでございます。 話を元に戻しますとこの5つの組織の原点がすで全て立三先生が開いていきました昌平坂学問所完成の学生改革に原点が求められるわけでございます立三先生の業績は核も偉大でございます、えー、さてここからちょっとまた話が変わります えー、立山先生が幕府藩士で、えー、いらっしゃった頃に重要な幕府の外交政策の転換がございました、えー、大ののの記念館の前の写真でございます、えー、今から8年ぐらい前に松平定信の、えー、着景のこれひんなもっと下かなになると思いますが定角さんという方に立山,祭、えー、立山祭においでていただきました。 その時にこの定信公とスさんを語るというフォーラムの中で定角、えー、さんが紹介してくれた話をここで、えー、お話申し上げたいと思います。大黒や高台これはあの「オロシア国水務官」という水務タンですか犬養毅さんの小説さらには緒方健さん主演の映画にもなりましたが、えー、この人 なんとあのロシアの国をですね東から西にサンクソペテルブルクまで行きまして当時のロシア皇帝エカテリーナ二世さんに謁見したわけでございます。大変なことですよ でこのエカテリーナ2世さんは大黒屋広大夫さんに同情いたしまして「あなたは帰国を許します」ということを言うてくれたそうなんですね。でもう一回ロシア大陸を横断いたしまして帰国に閉じつくわけでございます。この時にロシアからラクスマンというう方が同行したそうでございます広大夫たちは江戸に直接帰るんじゃなくて根室に着きました。 ここから松平定信の外交っていうことが始まるわけでございます。結論から申します 松平定信はこの時に開港への開国を部分的ですけれども決意したそうでございますでまず定信はラクスマン一行を根室から長崎へ移動するように指示いたしましたと同時に一行を交遇いたしましておそらくは通称を開く用意があったというふうに考えられるというふうなことでございます ところがラクスマン一行さんは長崎へ向かわずにここで帰国してしまいます。ここに定信さんの外交戦術というものがもたらされるわけでございます。 帰国を許され江戸に帰った大黒屋光太夫は将軍たちの前でロシアの事情を話し聞き取りをした幕府役人がこの大黒屋光太夫のロシア滞在の記録を本に残してもあるわけなんですが定墨さんの証言でございます定信は襖か屏風の陰で全て聞き取ったはずだと。 えー、将軍だとかあるいは他の人たちの、えー、伝聞に、まえー、任せることなく、えー、自分の耳で聞き取りそして状況分析をしたっていうふうなことをお話をしてくれました、えー、立山をはじめとする幕府の寺社たちは同時に外交アドバイザーでもあったわけでございます。これれが意外と知られておりません えー、若き定信を立山は外交面でも支えたわけでございます、えー、松平定信大変若くして幕府の老中になりますしまたそんなに務、えー、めないうちに孫悟一軒なとかの、えー、原因で、えー、老中を罷免されてしまいますだけどいわばあの政治体制学問体制において定信と立山の果たした役割というのは実に近代にまでつながっていす とると言えるわけでございます以上で立山が外交面でもおそらくですよおそらく、えー、いろんな提言を幕府サイトに行ったんじゃないかなっていうことを紹介させていただきましたあと10分でございますさて立山の弟子といえば、えー、誰が挙げられるか もちろん笑平坂学問所で、えー、学んだ人というふうなことになるわけですがやはり最大の立山の理解者といえば、えー、広島出身の雷三葉じゃないかというふうに思えるわけでございます。えー、雷三葉の父親が雷春水という人でございます。えー、ちょっと画面を戻させていいたただきたいわけなんですが、えー雷三 まあ、あのこの要望とかも見てわかる通り若い時に大変な乱えやんちゃでございまして。 一時家と言いますかあのもうそれこそ感動同然というふうな扱いを受けるわけでございますもう父は一生懸命我が塾を継承せんがために勉強制勉強制というわけなんですけれどもご本人勉強する気が持てないわけなんですねでその時に一旦来春水は山陽を立んに預けます で立山先生は一生懸命来山陽に学問を、えー、講じるわけなんですが残念ながら若き山陽さんは立山先生の言うことを、えー、十分には聞きませんでした、えー、やがて大学者となって、えー、立山先生が亡くなった後あの来三葉はですね、えー、船で 広島へ帰ろうとする旅の途中で、えー、瀬戸内海から御剣山を見るわけでございますその薬流の山を見た時に「ああ御剣の山は立山先生に,に似ている私は立山先生からお前に学問を教えてやろう」と言われたが私は若狭の至りで立山先生の言うことを聞かなかった。 今大変申し訳なく思う私がこのように恥ずかしさをこら、えー、えながら、えー、薬衣の山を見ていると薬衣の山が立山先生のように優しく笑ってくれているように見えるという、えー、素晴らしい詩がございます、えー、これ記号した作品が何点か残っておりましてあの香川県にも今あの紹介した第三陽が読んだ立山先生を回想する詩が残っておる わけでございます。えー、この来参来春水の、えー、作品な、えー、作品というか記号につきまあの、えー、記号作品軸ですね。同じくあの陸さ記念館の方にございます。さて、えー、やがて幕府をあのー 退きまして晩年はもう隠居生活になった芝野律さんなんですけれども当時としては長生きでございまして73まで生きましたしかも亡くなる年に木の崎へ旅行に行きますで木の崎へ旅行に行き詩を読んだりですねそれからあの崎の,の名称で玄武堂というのがございます。 この玄武道というのを命名したのが立さん先生でございます。でこのよく見ていただいたらわかるんですが原武岩の中上設備でございます。つまり玄武岩という言い方もいわば立さん先生の命名というふうに言えるわけでございます。 でその年の、えー、暮れに体が悪くなりまして、えー、立山先生は「えー、志は創世に損す私の、えー、心は、えー、人々と一緒にある」という自筆の実産母詩を残しまして「 文化4年12月1日に立山先生は没しました、えー、記念いたしまして毎年12月1日立山祭が行われております、えー、過去2年間コロナのためにこの立山祭は中止のやむなきに至ったわけなんですが今年度は実施いたします、えー、もしあの時間にゆとりのある方は12月1日ご参列いただいたらと思います はいまとめに入っていきます。リッサン先生の業績ですね。何と言っても高松藩の誇るええ誇るべき秀才でございますが、小、えー、平坂学問所の正藤取締役。 っていうこれが今風に言いますと校長先生の役割になります。として先ほど紹介いたしました完成、えー、の学生改革完成医学の菌というのを成し遂げるわけでございます。で完成医学の菌をさっきから言いりますけれども法令書医学の禁医学の菌でなされましたから今日本史の教科書でも医学の菌って教えますけれどもあれは禁止するための法律ではございません。すなわち 学生改革でいわば小平坂学問寺を広げそして近代学問につながるそのような体制づくりをしたというふうに理解するのがいいんじゃないかと思います。それから儒学のみならず国学にも長けた学識があった。 ともすれば当時の漢学者たちは、えー、漢跡漢文一辺倒だったのに対しまして国学和歌に対して非常にあの優れた、えー、知識と洞察力がございました。 えー、立山が、あのー、幕府の要職にいた時に京都御所が、あのー、焼けた火事で焼けたっていうことがございましたその後、えー、復元する時に立山は時代交渉でアドバイスをするわけなんですがそれがため立山のアドバイスがあったために「えー、政権生じという有足孤実に基づく、えー、復元がなされました。 神武,陵神武天皇の御陵にお参りに行くわけなんですね。その時に神武天皇の御陵が荒れ果てているのを見てああなんと嘆かわしいことだという「神武陵という詩が残っておりましてこの詩の私碑は立山記念館の東側幼稚園の運動場を挟みました東側に刻まれております。 えー、さらには、先ほど紹介いたしました。卓越した自分の能,、えー、能力。まさしく近代学問の祖と言うべき人なんですが。同時にですね。なと言っても、穏やかな人柄に尽きるでしょう、というふうに言えるわけでございます。えー、私も先ほど紹介いたしまし。えー、賜りましたが。えー、日本漢詩文の、えー、調査研究。もう大学の卒論以来、司馬のさんに関わった文、えー、抱えた。 文章は読んできたつもりなんですけれども、立山先生を悪く言う文章は一編もございません。もうみんなが立山先生とはなんと素晴らしいっていうふうに、えー、褒めそや、えー、褒めております。で、この木造でございます。あの芝の立山、えー、先生あの立山記念館にあるわけなんですが、この木造が作られたのが立山先生 が没して100年後立山百年祭っていう催しがございましたその時に工芸学校今の高松工芸高校の彫刻の先生がこの木,木造を作りまして群れの当時の立山堂へ奉納したものでございますこれが先見の名や言うのをお分かりになっていただきたいもし高松の真ん中今の天神さんたりに置いといたら 高松空襲で焼けてしもとります。 ですから群れの地にこの木造が置かれることによりまして立山の業績は太平洋戦争といういわば学問の危機を乗り越えられたっていう風に思っていただきたいと思いますさらには立山100年祭の時には東京大学三上三次京都大学谷本留という2大学者が来られまして講演をしましたその時に京都大学教育学部をたった1人で作りました高松出身の谷本留 留めっていう教育学者がおります、えー、高松はす、えー、香川は優れた教育者を3人生んだとすなわち弘法大師空海と芝野律三先生と、えー、私だっていうふうなことを言ったか言わないかっていう話が残っておるわけなんですがこの谷本智美先生もやはり律三先生の人格の素晴らしさを講演の中で例えております。 と同時に先先生若くしして母親を先に失いましたそのお母さんをしのぶ気持ちというのがまた律さん先生がお母さんに抱えた母地に残っておりまして、えー、その心こそが、まあやはえー、まさに立さん先生の真心なんだよということを講演して涙を流したっていうそんな話まで伝わっているそうでございます。 はいということで芝野実さん先生のご紹介をさせていただきましたありがとうございました私の話ここまでさせてくださいありがとうございました田山先生ありがとうございましたいやむう学問の体制を整えるなど偉大な功績を残されたことがよくわかる素敵な講演でしたありがとうございました それではシンポジウムの後半に移ってまいりますシンポジウムの後半は香川県文化芸術局美術コーディネーターの住谷光一郎先生に異色のさぬき質芸玉梶造国と題して講演していただきます 住谷先生は上智大学哲学科を卒業後山梨県立美術館を経て1983年開館準備から携わった高松市美術館に学芸員として着任され2016年に現職に就かれました郷土ゆかりの人物や工芸の調査研究に携わる一方で各種展覧会の監査員や審査員も務めています それでは隅谷先生よろしくお願いいたします。<laughs> 皆さんこんにちは隅谷です、えー。今日はあの江戸時代の玉華字造国のお話をさせていただきます。えー、まず佐野器質芸というとですね玉華字読めませんよね。それからあの金馬これも読めないと思います。えー、玉華字の火事っていうのはちょっと構造としか。 読読めまませんんのでで家事っていうのは無理やり読ませてるんですねそれから「禁馬っていうのもこれもともと語ですからそれに当て字をしているだけなのでこれ読めなくて当然なんですね。まあそういったことも含めてこれから説明させていただきたいと思います。で今日はあの割と時間が限られているようですのでまずお手持ちの資料のですね、えー、っとこの最後のところ「玉、え、鍛、ー、増国略歴」いう とあるのをお開きください、えっと、まず、えっと、私これ読みますので大体いいその造国っていうのはいつの時代のどういう人で何をしたかっていうことをですね一度あの、えっと、ご理解いただいた上であとはあの作品の方をですねこのね略歴にある 赤字の作品がまあ主な作品なんですけれどもそれを中心にお話をさせていただきたいと思います。玉、えー、川地蔵国はですね江戸後期高松藩の執行漆ですね、えー、鞘塗りの子ですで文化3年明治から明治2年まで、えー、佐野喜吉芸の祖で、えー、父藤川光龍は鞘塗りで天国と祭事を得意とした。 国のですね陰頭で掘るそれから祭祀っていうのは細かい字を書くのが得意であった、えー、京都の東高永楽保全が内外古今の珍稀を所蔵していると聞き保全を訪ねて信仰を深めた、えー、保全の紹介で東本願寺の学僧運芸対岸や大徳寺大坊院の大公草原と信仰を結び これらに伝来していた追襲追告など、まあ、中国から来た空物漆器をつぶさに見る機会を得たということですね。えー、まあ祖国の時代三日、3日未満あの丸亀から出るコンピュラ船に乗れば、えー、大阪に着きますのでそれで永楽保全が珍しいものをいっぱい持っているということでそれをどうしても見たいということで行ったわけですね。で、えー、保全が、えー 古陶磁を模写写して英楽焼を創始したように、蔵国もまた唐物漆器や南方ト来の乱体漆器を模して独自の作風を確立し、父から受け継いだ天国の技術を古い長州金馬尊生の三技法を創始したということです。えっとこの英楽保全という人はですね、中国の古い古陶磁ですね、これを移して英楽焼というのを 初めてで永楽焼っていうのは紀州のお殿様から頂いた,だいたあの名前なんですけれどもそれと同じようにこの永楽保全と意気投合しました玉鍛冶造国はですね中国あるいは南方都イの蘭泰漆器を見てそれを映して新しい漆の技法を始めたということです。 でえー、と「彫筆」というのは、えー、色漆を厚く塗り重ねて、えー、文様を彫り表す技法「金馬は」は、えー、剣と称する彫刻刀で模様を彫り、えー、その彫り口に色漆を埋めて平らに研ぎ出すものそれから「存世」は色漆で文様を描いて「 えー、輪郭や細部に線彫りを加える技法手法であるとまた乱体は竹ひごで籠状に編んだ掃除であるこの長室金馬存世これ共通するのは彫りなんですね、えー、その彫りというのは造、えー、国の父の藤川光龍が天国の名手であったというところからきてその彫刻の彫りの優れた技術を持っていたつまり自分の得意な技術を利用して 蔵国は新しい質疑を切り開いたということです。えー、文政十三年半に、えー、高松藩に貸し棒を差し出し、えー、天保三年佐野木堀佐野木塗りの印を配慮、えー、天保六年台東御免となると、えー、それから翌七年宝蔵品の手入れ、これはあの松平家のあの宝物庫ですね。 えー、その手入れを命じられて長室菊門蔵を献上で天保、えー、10年にわずか 8, 8センチ余りの、えーえっと、一角材の印籠にハス、えー、の葉や花太鼓石に虫類鳥類など999の生、えー、類を掘って、えー 一角印籠を九代藩主松平頼広に献上その技量を認められ玉鍛冶の姓を賜ったと伝えられます開4年になりますと十代藩主松平頼種の命により追国松平追国松ヶ浦皇后十八号を制作し参勤、まあ、交代の江戸土産になるということです。 この一角の印導はあでご説明しますけれどもこの造国の堀ですねこれを本当に端的に示した名作ということになりますでその堀の技術をもって藩主の参勤、ね、交代の手土産としてですね嘉永4年には追国松ヶ浦皇后を制作していくと。 でこの頼種10代の頼種はですね彦根藩の飯直助と非常にまあ親しい間柄であったということですねで、まあ、あの大名の格式から言うと御三家御三経、えー、とあるんですけれども御三家というと,、えー、と紀尾張水戸ですねそれから御三経というと一橋大安清水。 なんですけどもその次の「たまりのまずめ」という、えー、の爪で飯直助と同じ部屋になって非常にまあ親しくなということです。で、えー、頼種が藩主であった時代にそのあの彦根藩の飯直助のまあ息のかかった審判譜代の有力大名へ親黙を通じて。 蔵国の名声はまず江戸城でまあ広まっていくということです、えー、またあの寺社仏閣に関しては高商寺の門跡よりの注文の追手の七力の箱あるいは北の天満宮に奉納した佐野木堀追手を田向山工房あるいは地元の四戸縁通寺に奉納した存生の鏡箱また、えー、神社仏閣の求めに応じてまあ政策を いたします。で嘉永六年になりますと「えー、追襲鼓箱」を上納しますでこれはまああの造国のまあ本当にまあ代表的な作品と言っていいかと思いますで、えー、それから、えー、飯直助の注文制作の「西式金馬水差しの棚」を上納、えー、そのあと、えー、安政五年には飯田色飯直助がまあ え大老にまあ就任しでえっ、ー、とところがですね、えー、とこの嘉永六年という年丑年なんですけれどもこの時ですねちょうどあの黒船が来航しますペリーがやってくるんですね。でその後その藩主の頼寧はですね、えー、東京のまあ浜離宮のあたりのまあ敬語役を命ぜられて えー、それっきりも戻ってこないということになります。でそこでまあ藩主頼ねと造国の糸がぷっつりと、まあ、切れてしまうとあのいうことになります。でその後まあ飯直助が大論に就任して頼、まあ、ねも非常に良かったんですけどその後、えー、桜田門外の辺で、まあ、飯直助が暗殺されるということを機にですね頼種、まあ、ね 十代りは引退してしてまうんで,す、ね、でまあ引き続き十四、まあ、代将軍家持ちへの献上品や有力大名への新物の政策を命じられたが蔓、えーま、延元年桜田門外の辺で直輔が暗殺された後は、まあよはた頼頼は隠居して増国もほどなく隠居してしまうと。で造国は非常に珍しくですね大体、えー、職人には珍しくは御用止めというですね 記録を残しておりますそれによって造国はいつどこで何年にどういうものを献上したかという分かる記録が残っているということです。ですから造国、えーまあ、どういう人かというと、まあ、江戸末期、えー、文化分析からあの明治幕末にかけての人で、えー、鞘塗り氏の子で、えーまあ、父が 天国と細かい字が得意で彫りの技術を身につけていたということですそれから、えー、京都でですね永楽保全という人が、まあ、珍しいものをいっぱい持っているというのを聞きつけて会いに行きますそれで、えー、非常にまあ好意な仲になって永、えー、楽保全の、えー、まあブレーンですね、えー、人脈大徳寺なり東恩願寺の人脈を通じてそこにある、えー、お寺の宝 これはつまりあの官合貿易によってもたらされた中国の漆器あるいは東南アジアの金馬あたりを見せられてそれをまあつぶさに見てですねあこれだったら自分の彫りを生かせるということで「朝出金馬存世という技法をやり出すでこの3つの技法に共通するのは彫りなんですね自分の得意とする彫りなんです。でその後品物を えー、それであのいくつも名作が生まれるわけですけれどももう一つのポイントはですね、えー、そのやっぱりその堀の技術が一,あの一歩とも高揚したのがまあ一角の印籠でありそれから、えー、藩主の10代の頼種の代になりますと参勤、えー、交代の沈没品を通じて江戸城で 名声が広まっってて、まあ、全国にまあなっていくとあのいうようなことで、えー、まあそういうことで当時としては蒔、ま、絵、あ、中心の、まあ、例えば幕府のお抱えの梶川とか駒なんかは蒔絵師なんですけれども蒔絵ではない、まあ、地方独自の、えー、造国が、まあ、技法をやり出すということですね。でしかもそれが、えーと 中国からの舶来品しかなかった時代なので、まあ、江戸城代では非常に珍しがられたわけですね同時にまた京阪神で非常に高値で売れるということで造国が奉行所に願い出て佐野岐付けというのを始めていくということになりますですから造国の彫りの技術とですもう一つは やはり藩主の役目ですね。先ほどまあ大山先生の時に、えー、五代頼重の時代に平野源内が出たようにですね、やはりあのこれ九代の頼広の時代ですね、えー、にまあ蔵国が出てくる。でこのまた九代の頼広というのは、えー、これはまた水戸から来た藩主ということになります。やはりそういうあの優れた君主のいるところにやはりいいじ人材というか。 そういうものもまあ生まれてくるということが言えるんではなけないでしょうかはいそれではえっ、ー、と作品について見ていきますえっ、ー、とこれねこれはねタイのキーマなんですね、えー、赤と黒ですね、まあ、こういうものを見,て見たということですねで、えー、とまず最初に見ていただくのはえー これですね、えー、幻の陰、えー、っとこれはですね何で幻かと言いますとですね戦後の混乱期に、えー、行方不明になりましてですね本当に優れた作品なんだけども失われたあ名品と言われておりました一名虫、まあ、崩しの印籠とも呼ばれておりますでこれを見たあの人間国宝の乙丸行動 が言ったことにはですね、えー、特に強い感動を受けたのはねあの人の名作にね一角の印籠というのがあるんですわ今はもう失われて行方不明になってますけどね一角材の印籠に百花百中といってまあ正確には蓮が主題でそれで花が三十いくつあったと思いますそれから蓮の葉と太鉱石穴の開いた、えー 中国なんかから来た太、えー、古石というのがありますねそれが両面に入っているんですそれでその間にもずっと昆虫小さな小動物大きなものだったら鶴みたいなものからサギ小さなものだったらムカデみたいなものまではそれそれからコウロイから蝶カメからカニカニが443匹それから ナンバというふうにそれで動物が999匹いるんですこれわずか高さが8.6センチぐらいなんですね1000にみつればかけるというんで1000に1つ足りない999の生物がいるわずか小さな陰謀にハスト対鉱石と生物が999掘ったというのは小さな繊細な仕事ですがそれで繊細であるばっかりではなしに それが単純化された肉付けですけどね生成として躍動しているように私は感じましたね。私とは真似をしたいと思うとど真似ができるほどという自信というものはねもてんほどだったということを言っています。でこれがですねあの実は高松市内の休暇でまあ眠っておりましてですね平成3年に出てきました。だから まあ戦後四十数年に及んで行方の分からなかったものが出てきて今はあのここ県立ミュージアムに収められております。でえっとこれ見ていただくと,えっとこれがねえっと一角材なんですね。でこれはクロサイの角なんですね。で印籠と,というのはもともとはあの薬箱です。 でこの一角剤も黒剤サイもあ、まあ、解熱効果があると当時は言われてたんですね、えー、全然科学的根拠は今ないんですけど何のあれもないんですけどもそれで、えー、つくあのできておりますこういうものですねえー、っとこれはムカデですよねえー、っとそれからここにカマキリがいるのかなえー、っと <laughs> それから、そうですね。えー、っと、この辺りにもう一つありますかね。こっちだとどうなるんだろう。えー、っと、まああのこれハスの花ですね。それからここにトンボがおりますよね。でカニとかカメが三百四百いるって言うんですけど、こんなのがとてもじゃないけどね、数えられないですよね。 でえっとじゃあ何を根拠にですねこんなに掘ってるっ言えるのかと言いますとこれなんです造国が箱書きの裏にこんだけ掘ったよと書いてあるんですね、えー、でで実はあのちょっと川県の出撃劇場で、えー、これ本当にいるのかなっていうんで数を読んでみましたであの例えばあのカマキリがえっと いくつでしたっけカマキリが,、えーうん、ハ,エがハエがいたかな <laughs> カマキリが四だったかなえっとまあそういう,ふうにあの数の少ない小動物はね確かにいるんですよただねこれ カニだカメだって言っててこの辺りに埋もれているのが果たしてカニ何匹の足かっていうのは全くわからないのでまあこれは、まあ、あの完全な語呂合わせだと思うんですけども、えー、まあそういうことで、まあ、いかにその造国がですね、えー、緻密なりだったかということが言えるかと思うんですね。でこれよく見るとねあのこれはまあムカデなんですけどねあの本当に下手,下手くそだと思いますよ。 ででもねこれわずかセンチなんですよということはこれ彫刻彫っている彫刻よりあの小さいんですよ彫刻刀の方が大きいということなんでおそらく、まあ、勘で彫ってるんでしょうね勘で彫ってきっちりやっぱり形を備えててで面白いのはこのブカデなんかと鶴なんかが同じ大きさで彫られてたりそれから正面だけじゃなくて横から ちゃんと掘ってたりしていや実にまあねまあ面白いもんですよこれねえ見飽きないというかえそういうものですねでえっとこれがクロサイねカチウクンとありますねカチウクンというのはハスの別名ですねこのテーマになってますねカハスっていうのは汚い泥水の中で綺麗な花を探せるのでまあそういう意味で優れた君種が 出る時の象徴になるので象徴になるので国はこの九代頼広からですねこの一角の印籠の印材を与えられて「ごますり」のテーマで彫ったんですね「えー、家中君子、えー」ということですね。でこれあの、えー、僕が見つけたんですけど昔も昔も今この店ないですけど長崎のグラバー亭の土産物屋にですねえー、っと こういうあのお店がありましてクジラ工芸の店マコウクジラの歯とまあ一角なんかも使ってハンコを彫ってた店なんですけどもそこにえ展示していましたこれがあの一角ですね2.7メ2.3メートルぐらいありますそれでこうタオルを絞るようにこうねじってありますねまあそういうものはおそらくまあ長崎から入ってきてですねえそれでえまあ 兄弟の洋広がこれで掘ってみるというので掘って10日間で仕上げたいや本当かどうかわかりませんけどもとされているものですでそういうことがあってですねそれを藩主に献上した結果こういう名前玉鍛冶という名前を賜ったとされているわけですね。 でこれはの中国の烈士という、まあ、古典の中にある逸話ですね、えー、昔宋の国の人で君主のために玉これはまあ美しい石ですね筆衰だと思いますけどもで構造の刃これはあの構造三つの構造ですねを彫刻したものがいた3年かかってやっと出来上がった刃の膨らみや刃先の尖ったところ果ては枝や茎や枝ぶり 細かい毛ですね胞や毛先に至るまで色艶,や色艶があって本物の構造の歯に紛れ込ませても区別がつかないほどだったついにこの人は枝が巧みであることによって相国の禄をはむことになったというまあ孤児があるわけですね。その中のこれですね、えー、この玉ですね、えー、玉に構造これをつなげて玉かじと。 いうことになったわけですでこの話ですねあのオチがありまして、えー、まあ確かにこの工人というのは優れた技術を持っているんだけどもこんなことをやってたら自然の,あの世の中の葉っぱはなくなっちゃうよとねだからまあ小賢しいあの人工的なことはやめて自然に任せましょうというのはオチがあるんですね。えー、ということはですねこれ本当にこの藩主が祖国を褒めて この玉じというのをつけたか、えー、それともそうではないのかちょっと分かんないとこはあるんですが、まあ、当時あの藩主というのは非常なまあ知識人ですのでこういうのをもう本当丸暗記してたんですね。で、まあ、こういう技術の優れたあ、まあ、後人がいるということですぐ玉まという、ねえー、ことを思いついて、まあえー、造国に、まあえー、つけたと思いますね。えーっとでえー、っとこれはあの あぶみなんですね。と、うんうん。うんと、これ、あの、えっ、ー、宝蔵品ですね。宝物庫の中にあった。えっ、ー、と、大坪道然というのが作った。えー、蔵とあぶみなんですけれども、これがまあ、造国によって付け加えられ、あの。完全に変えられてますね。これ、修復したとあるんですけど、修復なんてもんじゃないですよね。も、元の形で残ってるのは。 こ,ここだけなんですねあと全部やりかえてで, <laughs> で、まあ、これに見られるのはこれ見てくださいこれは高貨緑葉と呼ばれる技法なんですけれども、えー、ここにまあカマキリがいるわけですねそれからこれはあの高松松平家の青いのもんですね。ということで、まあ、当時の色の国際色を使った高貨緑葉と呼ばれるものなんですけれどもその蔵ということですね。 じゃあこっちはあぶみですね。で、えー、っと、それからですね、えー、っと、これはあ、えーまあ、あのえっと、腸箱と言い,いまして、まあ、書き物の書き付きをですね、その中に入れて運ぶ、えー、道具なんですけれども、これはまあ造国の追手の腸箱ですね。えー、っと、 ここには青いをこうつなげていてトンボがいたりですねえっ、ー、と、えー、いろいろなまあ,あのこれ菊ですね、えー、菊が、まあ、彫られているというこれはあの朱を塗り重ねて彫るので追朱と呼ばれる彫出の一種ですこれはも造国の彫りの技術がよく見られるものですねで開園、えー、4年になりますとですね、えー、こういう えー、祖国の代表作であります「えー、忘れがいの功法」というのを制作、えー、を命じられますで <laughs> これですね「えー、っと松山の松の裏風吹き寄せば広い手忍べ恋忘れがい」という、えー、これはあの五州いわく州にある、えー、中納言貞頼教の歌ですね。 えー、をモチーフに、えー、藩主頼種が、えー、作れとでこれを、まあ、あの参勤交代の、まあ、手土産にするということで作らせたものです。で「讃、え、岐、ー、にちなむ、うん」作品なんですけれどもこのですね松山ねこれは何で松山なのかということなんですがこれはあのえー 愛媛県の松山市ではなくてですねちょうど浜街道をずっと西の方に行きますと五色台のトンネルがありますそこを抜けて下がったところそこがですね当時の西安時代からずっと続いてく松山の津というですね港があったところなんですねでこの松山の津について菅原道真が国府の府中に行く。 それからストック条項もそこに上陸するということで今でもまあそこにあの松山小学校とかですねえとそれからあの松山農協とか残ってますねでまあそこの地区の人に聞くとあの人は松山の人と結婚したとかだとねそう言われてるみたいですですからまあそういう松山あの境出にあるえ松山のにちなむ区ですで。 こ句は,はどういう意味かというとですね、えーと「松山の松の裏を吹く風が吹き寄せたら拾って耐え忍んでください、えー、都恋しさを忘れるというようなのを忘れがいよ」と。でこのこれ「忘れがいと」えー、と,れれがいという回はありませんね、えー、ただ単にハマグリに似た回をそう名付けているだけですね。 この種のところは生涯派で種、えー、の上に黒を塗り重ねて彫っているのでこれは「追刻と言います。えっ、ー、とこれをえっ、ー、とまあ見せられて、えー、この文字の数だけ18号を作っております。えっ、ー、と松山の、まあ、これ全部で18字あるんですけどもそれでこの蓋と蓋の 側面の裏,裏の側面とそれから身の内側の側面にですねこの一つずつの文字を隠し文字で入れてますね。えっ、ー、と例えばえっとミュージアムに、えー、3点ほどあるんですがえー、っとそれはですねえー、っとあれここ書いてないな。えーっと とまあ、美術館の方はですね、えー、と最初のにも3点ありまして、えー、松と,、えー、とそれから歯、えー、とそれから手ですね、えー、とこれがあります、えー、とミュージアムの方は山と野と松山の野のっと,、えー、とそれから何だったかな、えー、と風、えー、と風だった風 かなうんとまあ、それで、えー、と自由美今あの重要美術品に、まあ、あの指定をされておりますね。ですから、まあ、ミュージアムに3点それから、えー、と美術館の方に3点あります。 全部で18号作られていますので、えー、っとまだあの他にあるかとは思うんですけれども今私が分かっているのは、えー、っとあとひ2つですねあと2つは所在が分かっていますね。まああとは戦災もあったんで、まあ、焼けてしまったかもしれませんし、えー、そういうものですね。 ですからこれはより十代頼胤の手土産ですねこういうものがまあ江戸城で広まって造、えー、国の名声があの高まっていくとでこれはあの,沖の方です。でこれはあの十代藩主の頼胤が非常に能が好きだったんですね。で三馬荘の縄を題材にしているいですねこういうものですね。 これは朱の上に黒を塗り重ねて彫っているので追刻と言いますね。それからこれはですねこれはまあいいかえっとそれからこれあの高照寺と言いましてですねあのフェリー通りに高照寺別院っていうのありますねちょっと変わった建物があるんですけどもその本山ですねあの西本願寺の京都だと西本願寺の南側にあります。 耕寺っていうのはですねあのその住職は門跡と呼ばれてまして代々公家の,の出身の方が、まあえー、住職になるということですね。で、えー、その時の住職はあの門跡はですね、えー、と本尺あるいは摂神承認と呼ばれるもので実はあのそこのフェ、えー、リー通りにある高生寺別院に 象国が出来合いの富士山の追手の鉱具を献上したらですねじゃあ今度追手の,の,の七力の箱を作ってくれというような注文がありましたところがまあどんな図柄にしていいのかわからなかったので象、えー、国は京都に聞きに行きますね高尚寺まで。で 聞きに行きますとですねあの門跡が是非会いたいということになりましてと言ったってそんな礼服を持ち合わせてないし子供も二人連れてるというとですねいや構わんからってということで拝謁、えーまあ、して、えー、非常に、まあ、あの感激したというような記述が造、えー、国,国の御用止めに書かれております。で七力、えー、分かりますよね。あの 七力とか小とかいう雅楽の楽器ですけどもで、えー、これは横から見たとこころですねこれも出てきた時はびっくりしましたねえー、っとまあここのところに割と虫が入っていて <laughs> 京都で修復して70万かかりましたけど <laughs> でここは近年できてますね。 いいや、これはすごいいいもんですごでね。それからこれはあの、えー、菅原道真の没後100年100年ごとに満、ま、道絵というのをやりますそれから50年ごとに反満道絵というのをやりますこれはあの灯明をこう吊るしてこう、えー、菅原道真の霊を慰めるものなんですけども、えー、っとそれがですね、えー 北の天満号の950年祭でですね、えー、それでえっとその宿坊である林生坊からまあ娘婿の河内屋直三郎を通じて奉納品の由来があったわけですねそれでまあ造国は「万葉集」にも出ている「菅原道真の歌」ですね「えー、この度はぬさもとりあえず田向けはまもみじの錦神のまにまにの」の神の子ですね これはこのたびは」と書いてますね。えー、というものですね。で、えっ、ー、と、この、これは祖皇ですけどもね、えー、海江水の園年、ね、2月まさにあたる、えー、観光950年紀進、謹んで、えー、これを制し、北野に封建する神病、神廟、讃岐、造国、家事、為んとありますね。で この字見てくださいこう、ねえー、いてるこれこういう細かい字ねこれやっぱり得意だったんでしょうね、えー、そういうのが伺かわれるものですでえー、っとまあ,あちょっと余談になりますけどもこの「さぬき」の三の字ちょっとお分かりになりますか普通はあの「おっと」2つですよねそれがあの「ともに」っていう字になってます。 えーとそれから「讃岐造国カジタ為さん」とありますねな,なんだこのカジタ為さんってのは何だろうというね、えー、いうことがあったりそれから「950年紀神」キシンの「紀神」ですね、えー、このキシン「紀神」「竜」の字ですけれども横棒じゃなくて鍵状になってますね。 これがね、蔵国の鑑定するときにポイントになる癖なんです。えー、っと、だからその文字がこういう形であれば本物に近いということですね。えー、まあちょっと時間があればまああの後でご説明しますけども、蔵国本当にあのまあ99%出てくるものは偽物なんです。まあそれだけ高く売れたんでしょうけどもね。 まあ、あのそういうことでなかなかあの造国の研究の大きな障害はですね偽物が多い多いというかほとんど偽物でその中からこう本物を導き出すっていうのが、まあ、至難の業であったということですねはいそれからこれは存世の作品ですねこれは円通寺の奉納品ですで、えー、っとこれはあの円通寺のですね宗長と宗長教と ま、酋長というまあ、あの住職がですね。非常にまあ古いものが好きだったのでですねえー。国が持ってた。まあ、道教を収めて魔納したという作品ですね。これが存世ですね。存世というのは色漆で絵を描いて輪郭線を彫る。それから、えー、細かい葉っぱの形状なんかを彫る。だから色漆で描いて彫ると、これも彫りがポイントになります。 それからこれがあの造国の筆境の名作の「み箱」ですね。えっと、まあこういうものですねこれすごいですよね。でこれはあの上の層に牡丹と牡丹と蝶下の層に菊を彫ってるんですね。だからその塩でを塗り重ねておいてそれで黒を何回か挟んでまた塩を塗り重ねて上下。 にあの二重彫りになっているもものでですね、えー、とううですねこうう中にみが2つ入るんですけどもねでこれがねあの美術館にある下図なんですねだからこの赤い部分が上の層ですそれから下の層が、えー、ああのこの白いところが下の層ですねで真ん中にこれ青いの門が入るとあるいうことになってますね。 でこれをあのやってる最中にあの藩主はですね2度ほど堀をご覧になるということがあってですね、えー、まあ造国の絶頂期と言えるんですねで、えー、こういうあの教科を読んでますね「たらちねの親子もろとも腹包み打ちて喜ぶ今日の御言葉」うん、なんか「たぬき」みたいな嬉しさは つつつか,か方の雲に登る知せられて、まり藩主の目の前でこういう堀を見てもらってですね非常にまあ感激をして読んでいるということですねで、えー、とその後、えー、食事が出されますね、えー、お吸い物膳は黒のりの総和膳お吸い物は豆腐と卵と白味噌。ってね白味噌はこの頃からあったんですね平目の煮つきは大平鉢に卵焼きは土器につけられる。 とということで、まあ、造国の、まあ、絶頂期のものということなんですね。それでその後ですね、えー、非常に、まあ、造国はですね、えー、藩主と親しくなってですね、えー、ともう一つ、えー、この藩主のもう本当知的空間にまで入り込めるようになりますね。で、えー、そこの屋上中と 親しくなりますでえー、っとで象国はですね奥女中4人にですね生菓子の薄皮餅を重箱に入れて送ったところですね今度は女中よりその重箱に鯛を2枚入れて返してきた <laughs> で、えー、また京か読んでます、えー「浦島の玉手箱にはあらねえとも開けてく屋敷この重のうち」ということでまあ 非常にですね、あの土石っていうのはお高く止まってて、えーえー、なんか気難しいように思われがちですけども、これ見てください、ね、屋上町にちゃんとね、付け届けをしているという、<laughs> したたかさっていうかね、えー、こういうのを読むとなかなか人間味あふれるといいますか、えー、そういうものが感じられますね。それからこれが、あの飯直助の注文政作で作った水差しの棚です。 これは上からの天板ですね。真ん中がボタンで周囲に効くですね、えー、まあ,あのこれがですねあの彩色金馬の初めての作品と言われておりますえっと彩色金馬っていうのは何かというと、えっと、それまでの金馬っていうのは赤と黒なんですね、えー、それに、えー、緑茶色 えー、それから黄色が加わるということで極彩色の金馬が出来上がるということですね。えー、とこれをですね載、えーまあ、せて飯直す家の注文政策を載せて玉雄、えー、城のです、ねえー、月宮蔵の横のところからですね船で、えー、藩主は、えー、参勤交代の戸に着くわけですけども。 えー、それ以降あの藩寄り種は帰ってきませんので、えー、ぷっつりと、えー、糸が切れてしまうということですね。でえっ、ー、と次には、まあ、金馬って何だろうっていうねことなんですけれどもこれはあのミャンマーの金馬ですね。えー、これが彩色金馬ですね。えー、さっき、えー、あの見たその 飯直介の中面政策の「岬の棚」の元になったものですね、えー、と黄色とか緑とかそれから茶色とか赤とかまあそういうあの当時の極彩色を使った金馬ですねそれで、えー、とまあこれ宮廷生活を描いておりますで金馬っていうのは何かというと元はあのタイ語なんですね金マークなんですね。えー、と犬からまっ、あ アアジアの東南東部にかけての熱帯アジア地域ではまあ金馬の葉に水で溶いた石灰を塗り細かく切って乾燥させたジビンロ羅ジ,ジというのはビンロ羅ジの実なんですねこれを巻いて嗜好品として噛む風習があるでビンロ羅ジというのはヤシの小型版と見ていいんですね。でこういうあの金 を食べるとです、ね、唾液と反応して真っ赤になるんですけども、まあ、非常にまあ爽やかな気分になる清涼剤になるということでお客さんが来るとこの容器に入れてですね金マを進める風習があるわけですねこれ中に掛け子がありまして上に貧乏ジの実と栽培下に金馬の葉っぱを入れるようになってます。 ですから金マークというのはですねタイ語ですねでこの容器のこともそうですしこの模様のことも金魔と呼ばれるようになってくるわけですですからタイ語ですので読めなくて当たり前ですで、えー、次にこれがあのまあミュージアムにありますけども元松平家の 彩色金馬の代表作の彩色金馬漁師すずり箱ですねえー、っとまあ重要美術品になってますこれはあの漁師箱とすずり箱のセットですね漁師箱というのはあの巻物の紙を入れるところですねですずり箱はこれですねでえー、っとペーパーナイフ千枚通し太筆細筆水滴すずりというふうになってます。 でえー、と模様はですねこういうように、えー、とこれはあの鳳凰ですねそれから獅子ですねで面白いのはこれなんですねこれコウモリなんですねコウモリはあの日本じゃあんまりいい意味に使いませんけど、えー、と中国では幸福の福に通じる、まあ、漢字がですね横がこうちょんちょんちょんとあの似てるというので非常に縁起のいいものなんですねそれがあの四隅にちちりばめられてると。 いうことですね。それで、えっ、ー、と、これですね。えっ、ー、と。生は山林の木を及び、幸は必見の変に来たる。いうふうに、あの、監視を、あの。おってます。で。私はもう最初は、これ、なんか、すごい。 洒落た漢視を彫っているのでまあところがですねこの出典が分かったんですねこれはあの牧場筆形という、まあまあ、書道の先生がよく使うあのいわゆる漢視,視文集ですかねメイク集といいますかその中のえここの部分だったら十,十字のメイク集というのが中にあるんです。 でこっち側は8時のメイク集というのにあってで象国が持ってた蔵書の中に市川米安の書いた「牧場筆記という本がありましてそこに全部載ってたんですね。でちょっと私はが,がっかりというむのちょないんだけど <laughs> なんだこっから取ってるだけかってでう、まあ、がっかり、まあ、しましたけどねまあでもそういうものが、えー、研究していて分かったということですねここれ横から見たところね。 でこれはねあぶみの裏ですね、えー、こういうようにこれはタイの金馬ですさっきのミャンマーの金馬じゃありません赤と黒で、えー、ここにあのキリンビールのマークのような、ねえー、怪獣門がいてそれから鳥居ですね怪鳥門があってそれからノゴギリの刃の,のようなギザギザ門があるということで、えーまあ、これがタイ式の金馬ということですね。 で,えー、ですからまとめとしましてはですね、えー、っとちょっとまず、えー、っとこれを見ていただいて、えー、これが、まあ、タイの金馬ですね金馬っていうのは、えー、っと掘って漆、えー、を塗り重ねてで掘って掘った溝に、えー、別の漆を入れて平らにする。 ということですね。これがタイの金馬ですね。それからあのこれがあの調湿ですね。塩、えー、を塗り重ねてリリーフ状に掘っていくとね。これ今高いですよ。これはあの中国のあのなかなかいいもの。それからこれがあの雑生。これは中国の雑生ですね。 で中国の存在はあのこの線のところに賃金を入れてますねで祖国の存在はそれを入れないので簡略化した形になっております。ねえっと、こういうものを、まあ、祖国はあの大徳寺なり、えー、本願寺で見てですねあこれは自分の得意な彫りの技術を生かせるぞというので、えー、まあ 常識存世をやり出したということですねでこれがね御、えっと、用止めと呼ばれる造国、うん、の、うん、ものまあ政策日期というか政策台帳というものですねこれもね大体、えっと、19.28.21厚さ1.1ですから本当ね小さいものなんですよそこにね細かい字でねびっしり、えー、書いてます。 例えばこれですね一つ忘れがい恩皇后数十八、ねえー、それで二表佐野木彫椎国皇后松ヶ浦あというふうにちゃんと記していうふうにてますね。とちゃんと記してますね。それでここ最後ちょっと見にくいんですけれども皇后一つずつに右歌の文字隠し彫りおき葬と書いてますね隠し彫りしましたよとね、えー、こ,うこういうふうに書いてある。 ありますね。で、えこれを知って、えー、偽物作りはですね、えー、蓋の裏に、えー、隠し文字を入れるんですけども、身の方には入れてないんですね,ね。本当は身の方に入ってないと同じものですから、どれが蓋でい,いかわからなくなる。ね、そういうところまで書いてあるわけですね。えー、これはあの松代だけのあの宝物庫にあった追手のこ民時代民の時代のね。 大ですまあ諸国はこういうものも見てあるいは修理もしながら、えー、自分のこれはあのあれね、えーえー、と松だらけの,あの木守りの茶碗ですね、えー、関東大震災で壊れてここだけですねここの部分をもとに、えー、後の境案、えー、が、まあ、作ったということですね。 ただ環境案の代替わりにはこれ絶対必要なんですね。えーっと,まあ、ということで増、まあ、国の、うんえー、お話をちょっと駆け足で、えー、やりました。で私が本当に増、えーまあ、国最初はもう本当につまり偽物が多すぎてですねどれを基準の作品にしてどうすればいいのか、まあ、ということで本当に。 まあ途方に暮れるような作家でしたけどもえ松平家所蔵名宝展というのを平成何年かでやりましてですそこで松平家にある造国のものを通ぶに見ることができてまあやっとですねえこれはいけるこれはダメだっていうようなことが分かるようになってえそれでえっとまあ高松の美術館でも い、えー、いろいろ収集をしましまたその中で「えー、忘れ貝工后」3点それから「七力の箱」それから「田向山工房それから、えー「水差しの棚」これは、ね、ですね、えー、私の集めたものなんですけども大体祖国の本物5年に1回出てくればいい方ですね。まあ、それぐらい、まあ 偽物が多いといととうことですねでやっぱりでも本物が出てきた時の感激っていうのはこれはひとしおですね本当にえっ、ー、とに、まあ、この「一角の印籠」なんかは出てきた時は本当ギョッっとしましたよねその素晴らしいとか何とかっていうなんだこの変なものっていう <laughs> そういうだけども非常にまあ印象にね強烈に残るというようなものです。まあ、そういうい意味で 国はです、ね、自分の得意な彫りの技術でもって新しい出芸をまあ切り開いて、えー、それで藩主の助けもあって全国になっていったということですね、えー、そ,そういうことで、まあ、あの非常に蒔、ま、絵なんかと比べて讃岐の出芸というのはやっぱり彫りと色彩なんですね、えー、それをまあ切り開いた造国という。 偉大なあ、まあ、しし質疑家がもとで今の讃岐漆芸、えー、人間国宝の一創助真男の行動ねそれから磯井正弓大田仁先生それから山下仁先生大谷先生というように、ね、人間国宝の系列につながっているということで、えー、まあ、まあ、香川県としてもですね非常に、まあ、特徴的なもので他の地域にはないものなので。えー ま大事にこう、えー、継承していきたいなと思っております。うんうん、特にやっぱりね堀でこ,このレリ,リーフ上の面白さというかねこれはやっぱりね見てて面白いですよ凹凸がありますからね、えー、平面的な塗りとかそういうものじゃなくてね。えー、ということで、えー、今日の、えー、もう時間になりましたので今日の多摩海蔵国のお話は、えー、これで終わらせていただきます。ありがとうございました 須谷先生ありがとうございました。すみません、ちょっと本の紹介をするのを忘れています。ではお願いいたします。えっと今日あのテキストに使ったのがこの玉仮造国伝っていう本です。えっ、ー、とこれはあの東京の旧龍堂から出てまして、えっ、ー、とこれはのミュージアムの1階のハム、えー、とグッズコーナーで販売しております。 それから、えっと、これはもう2005年にこれは私が出したの「佐野騎士杉というこれは川出書房を新社から出しましたまあこれ,これを一冊読めばもうほとんど佐野騎士杉のことは何でも分かるとちょっと百科事典的な、まあ、400ページぐらいありますけれども、えっと、この本日本語で書いてあるんですけども実はあの世界中に行ってまして例えばえっと ハーバード大学の図書館とかですねメトロポリタン美術館の図書室とかチューリッヒの図書館なんかにもありますで7月に、えー、っと高松市美術館の所蔵品6点が、えー、アムステルダムの国立美術館に貸し出しされたんですけれども、えー、っとこの本を見たあのヤンディースという、えー、コレクターがこの中から選んで、えー、それで出品依頼が来たということで。 えー、まあ非常に大,大,大世界中で大活躍している本です。えー、まああの興味のある,ある方、ぜひあの見ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ細かな優れた技術も持つ方だということが非常に伝わってくるご講演でした。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 次回なんですが、次回は来月11月13日日曜日、鳥になった男たちと題して自力で翼を作った超人浮きた幸吉とゴムを動力にしてプロペラ機を開発した二宮忠八を取り上げます。次回の会場は岡山市北区天神町にあります能楽堂ホール天神9です。 その次の第9回は12月4日日曜日ここ香川県立ミュージアムで医学文学美術鉱山開発などさまざまな分野で才能を発揮した平賀源内を取り上げます皆様のご参加心よりお待ちしております本日はありがとうございました皆様どうぞお気をつけてお帰りください